アイテム番号。SCP-670JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-670JP はサイト、81、の水取り収容施設にて飼育します。SCP-670JP は代謝を行わないため食料の補給や排泄物の清掃は不要です。しかし本人が希望した場合には、別紙の許可リストにある項目であれば物品やサービスを提供しても構いません。特に、新鮮なキャベツ、と、キューバ産のハマキ、の要求が多いことに注意してください。SCP-670JP の精神影響を受けた疑いがあると判断された職員は、担当主任職員の許可を得てから所定の方法で精神影響を取り除いてください。説明。SCP-670JP は複数の異持用特性を持つ黄白鳥の幼鳥です。財団による収容から年が経過していますが、SCP-670JP は幼鳥のまま成長しておらず、老化の兆候も示していません。また合成に異持用がないにもかかわらず破壊が不可能であり、怪我をすることも、羽毛が抜け落ちることもありません。代謝は停止していますが、通常の黄白鳥と同様に活動することが可能です。また食事、排泄、睡眠を必要としませんが、本人が望めばこれを行うことが可能です。SCP-670JP はデンマーク語を介します。生態はありませんが不明な原理で発話し、コミュニケーションを取ることが可能です。SCP-670JP は1900年、新潟県兵庫で他の黄白鳥に攻撃されているところを地元住民によって発見されました。発見当時、地元住民がデンマーク語を理解できなかったため、SCP-670JP は、奇妙な鳴き声のアヒル、として保護されました。1900年、月、日、SCP-670JP が成長しないことに気がついた地元住民が、SCP-670JP について、編集済み、に調査を依頼しました。編集済み、潜入中のエージェントによる調査の結果、SCP-670JP の鳴き声がデンマーク語であることが判明し、SCP-670JP は財団に収容されました。SCP-670JP は発見当時からアンダーセンと書かれた金属製のタグを首にかけています。タグに異持用性はなく、SCP-670JP から回収することも可能ですが、タグを返すまで SCP-670JP は激しい抵抗を行うため、回収は推奨されていません。タグの記載は SCP-670JP の個人名を指しているわけではなく、現在のところ意味は判明していません。SCP-670JP は不定期に周囲の生物に強いフラストレーションを引き起こす異持用性を持っています。このフラストレーションは、SCP-670JP に対して暴力を振るうことで完全に解消されます。発見当時の SCP-670JP が他の黄白鳥から攻撃を受けていた理由は、この特異性に起因するものと考えられています。SCP-670JP は自身に対する暴力について、不満は述べますが無抵抗であり損傷もしません。また異持用性の発言有無に関わらず、SCP-670JP に対する暴力は、対象人物が感じているあらゆるフラストレーションを軽減する効果があることが判明しています。しかし SCP-670JP に対する暴力は、その精神影響を取り除く際にのみ許可されます。職員のメンタルヘルス維持のために SCP-670JP を利用する提案は却下されました。詳細な経緯は議事録 670JP-8 を参照してください。インタビュー記録 670JP。対象、SCP-670JP。インタビュアー、博士、富貴。インタビューはデンマーク語で行われました。録音開始、2000年、月、日。博士、インタビューを始めます。SCP-670JP、はまきくれよ。博士、どうぞ。SCP-670JP、ありがとう。ああ、こやどうも、ご親切に。博士がマッチで火をつける。博士、あなたの出自を教えてください。SCP-670JP、覚えてないよ。あんた自分が生まれてきた時のことなんて覚えてる？名前だって俺が自分で考えたんだ。ニコライ、オルリック。いい名前だろ？博士、そうですね。なぜ新潟県にいたのですか？ SCP-670JP、旅してきたのさ。博士、あなたは幼鳥で、まだ長距離は飛べないと思うのですが、どうやって旅をしたのですか？ SCP-670JP、あいつらに乗ってだよ。あの悠々しい兄弟たち。博士、保護時にあなたを攻撃していた、他の白鳥のことですか？ SCP-670JP、そうだよ。
思い出しても腹が立つ。どこへ行っても俺をいじめるんだ。いじめるためだけに俺を連れて移動してたのさ。おもちゃ扱いだよ。博士、質問を変えます。あなたはなぜ不老不死なのですか？ SCP-670JP。この体質のことなら生まれつきだよ。多分な。博士、あなたが首にかけているそのタグは何ですか？ SCP-670JP。これ知らん。知らんけど昔から持ってた。かっこいいだろ。博士、そこに書かれているアンダーセンという名前に心当たりは？ SCP-670JP。特にない。博士、ちょっと貸してもらえますか？ SCP-670JP。やだ。博士、なぜですか？ SCP-670JP。俺の家族は、こいつだけだからな。博士、今は我々があなたの家族ですよ。SCP-670JP。かもな。急にドアから入ってきて俺を蹴り飛ばす奴らを除いて、あいつら何なの？博士、機密事項です。SCP-670JP。あっそ。博士、何か要求はありますか？ SCP-670JP。これ録音してるんだろ？公式な記録に残してくれよ。あんまり俺を蹴るなと俺が要求してるって。いいか、蹴られても怪我をしないってことと、蹴られても平気ってのは、意味が違うんだぞ。博士、記録しました。SCP-670JP。今に見てろよ。俺が大人になったら、お前ら驚くぞ。いつまでもちっちゃくて小汚いヒナだと思ってたら大間違いだからな。録音終了、終了報告書。SCP-670JP が成長する兆候は、現在のところありません。